ジャイアンツ、交流戦借金1で終わったけど、リーグ戦開幕して、また、阪神であったりとか、広島に、勝ち越していけるかな、追いついていけるかな、というふうに、不安になってる方、この動画見たら、ジャイアンツのこれからの先発陣が全てわかりますし、本当にね、まあ結論言うようだけど、本当にリーグ、最強クラスの先発陣が完成したんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますんで、ぜひね、ジャイアンツファンであったりとか、ジャイアンツ情報を知りたいよという方は、ぜひこの動画見て損はしないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。今日はですね、リーグが21日からかな、再開するんですよ。で、まあ、どの球団もですね、まあ、多少ね、期間が空くというところで、まあ、ローテを編成したりとかっていうところがあるんです。で、ジャイアンツも、まあ、その、ローテをね、まあ、再編するというか、もう一回ね、考え直そうというところをありましたんで、ちょっと今日はそれについてお話していこうかなというふうに思ってます。まず最初に日程なんですが、大体野球って月曜日が休みで、で、火曜日から日曜日までやるっていうところで、週に6試合あることが大体スタンダードなんですけども、7月末ぐらいがね、オールスターぐらいまで、オールスターまで、6試合がある週が1回しかないんですよね。だから、これから結構この週5、週5試合っていうところがほとんどなんで、まあ5枚、のね、先発陣がいれば、まあ大丈夫。まあその、あと1回だけね、収録の時があるんで、その時はもう1人ね、先発の方がね、1人加わったら、まあ6人で回していけるんで、そういったところで、まあオールスターまでは、まあ主に、5人で、ローテを回していくという形に、なっていくんですよね、ジャイアンツね。はい。で、その上で、もう今日、報知新聞見ておりまして、報知見ておりまして、まあ、報知が出してるんでね、確定、ほぼ確定というか、確度が高い情報だとは思うんですが、ローテの順番ですね。はい。金曜日から始まるんですけども、戸郷、金曜日ね。で、土曜日グリフィン。で、日曜日菅野。で、月曜日休みで、火曜日、山崎。で、水曜日、井戸日になるんですよね。で、木曜日、井上という、この5名で、回していくよっていうような、ね、情報が出たんで、それについて、ちょっと、今までのその5人の投手の成績であったりとか、まあ、僕がね、毎試合見てて、思うことであったりとか、そういったところを、ちょっとね、今からお話していきたいと思います。じゃあ、まずちょっと成績をね、ちょっと見た方が分かりやすいかなと思うので、ちょっとお話していきたいと思います。まあ、戸郷投手ね、まあ今12試合投げておりまして、防御率 1.85! すごいね、1.85! で、ウィップに関しても 0.80 というところで、非常に素晴らしいですよ、と。うん。で、土曜日がグリフィン投げるんで、グリフィン見ていくと、グリフィンも今5試合投げてまして、防御率が 3.86。まあまあまあ。まあ、調子悪くて落ちて、また上がってきてっていうところなんで、まあこれは仕方ないのかなっていうふうに思います。で、ウィップに関しても 1.32 になってます。で、日曜日菅野投手ね。で、今10試合投げておりまして、防御率 1.83。83! すごいね、1.8 台。1点台が2人この時点でいるっていうのはすごいと思います。で、ウィップに関しても 0.97。1切ってるよね。すごいよね。やっぱ塁出してないってことよね。で、火曜日山崎伊織投手ね。山崎伊織投手11試合投げておりまして、で、防御率が 1.57。ここで3人目の1点台。バケモンじゃん。ローテスって今4人紹介して3人1点台。やばいやん。で、ウィップに関しても 1.09 というところで、もうすごく優秀だというところ言えると思います。で、移動日挟みまして、木曜日ね。井上春人投手、12試合。まあ、中継ぎがあったんでね、12試合というところで非常に登板数多くなってますと。で、防御率が3.74。すごいね。これで1点でやったらやばいよね。3.74 ね。で、ウィップが 1.19 というところで、ウィップが意外と、低いなっていうところはありますと。で、まあ、今5人紹介していきましたけども、じゃあさっき、オールスターまでに、まあ、
ほぼ5、週5で行って、まあ、1回だけ6、収録の試合ありますよっていう風なことを言いましたけども、じゃあ一体6人目誰入んねんっていうところだと思うんですけども、まあ、僕の予想としては、まあ、赤星投手がね、これだけロングでね、ロングリリーフでいい成績を出してるんで、まあ、赤星投手が入ってくるだろうというふうに僕思ってます。で、赤星投手の成績11試合投げておりまして、防御率が 2.95。うん。で、ウィップが 0.96 というところで、あ、素晴らしい、と思います。はい。こんだけ投げててね。うん。で、今日はね、K パーセントっていうのと BB パーセントっていうのあって、ちょっとその数字を見ていきたいと。で、一体 K パーセントと BB パーセントって何やねんって話なんですけど、K パーセントっていうのは、まあその名の通りね、三振のことを K とか言ったりするんですけど、三振の割合を表す数字ですと。はい。で、この数字が高ければ高いほど、三振を取ってる率っていうのがものすごく高い。まあ、いわゆるまあ優秀なピッチャーですよっていうところなんですよね。で、BB パーセントどういうことかっていうと、フォアボールのことを B とか言うんで、あ、まあ、勘の言い方だったら、あ、フォアボールかなと思った、あ、人、わかると思うんですけども、その通りでね、フォアボールの割合っていうところなんですよね。逆にこのフォアボールの割合っていうのは、少なければ少ないほど、低ければ低いほど、フォアボールが少ないですよっていう数字なんですよね。で、その2つの数字、今のね、6人の投手を見ていきたいんですけど、今、リーグ、の平均がね、K パーセント、三振の方は 16.7 なんですよ。うん。これは数字が高ければ高い方が三振をたくさん取ってるっていう数字なんですけど、この数字を上回ってるのがですね、戸郷投手、グリフィン投手、菅野投手、井上投手っていう、この4名が K パーセント、リーグ平均を上回ってるんですよね。素晴らしいですよね。で、山崎伊織投手と、赤星投手がちょっとね、その K パーセントに関して言うと、リーグより、低くなってるっていうところです。ちょっと山崎伊織投手で、リーグより低いっていうのはちょっと意外だったなっていうところはあるんですけども、まあ数字で出すと、そういうところになっておりますと。で、次、ちょっと BB パーセント、支給率の方を見ていきたいと思うんですけども、これは先ほど言いましたように、低ければ低いほど、フォアボール出せないよと。安倍さんの言葉で言うと、ゾーンで勝負できてる。真ん中で勝負できてるっていうところなんですけど、これはリーグ平均が 6.6 なんですよね。うん。で、その6を下回ってる投手、発表していきますと、戸郷投手、グリフィン投手、菅野投手、で、井上投手、赤星投手。うん。だから、6名中5名が、そのフォアボールのセリーグのそのね、指標よりも低いところにあるんで、非常に優秀だというところでございます。で、じゃあ誰が、ダメだったというか、上回ったのかというところと、言うと、山崎投手はですね、上回ってるんですよね。三振もあんまり取れてないし、意外とフォアボールも多いんだなっていうところは、この数字を見てもね、わかりますと。だから、まあ、印象論だけではなくてね、こういう数字を見ながら、見ていくっていうのも非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、こっから、ちょっとね、僕が、この、おのおのの投手に対して、どういうふうに思ってるか、どういうふうに評価してるのかというところを、話していきたいと思います。まあ、こっからはね、データではなくて、僕の、まあ、主観的な意見になって、きますと。はい。まあ、戸郷投手、菅野投手、山崎伊織投手っていうのは、まあ、シーズンのね、初めからすごく、まあ、いい活躍をしてくれてましたよね。で、まあ、戸郷投手に言うと、ノーヒットノーランね、うん、ありました。岸田投手と、星と組んでね、うん、ノーヒットノーランしましたと。あの辺ぐらいから、岸田星と組む回数がね、増えてるというか、あっこから全部岸田捕手じゃないかなっていう風なところはあるんですよね。で、まあ、投手としての、まあ、その、能力がね、ものすごく高いので、まあ、正直言うと、戸郷投手がある程度調子良ければ、まあ、大城さんが組もうが、小林捕手と組もうが、岸田捕手と組もうが、あまり、まあ、関係ないということは、そこまでは断言はしませんけども、あまりそこまで、影響はないんじゃないかなとは思うんですが、まあ、戸郷投手もね、まあ、岸田選手と組むことが多くなって、まあ、成績もね、非常に安定してるっていうところは言えるんじゃないかなっていうふうに思います。
で、菅野投手に関してはですね、皆さんも分かっていらっしゃる通り、まあ、小林捕手とね、組んでるっていうのが非常に多いと思います。で、まあ、この間、初めて負けたりとかありましたけども、まあ、全体通じて言ってもですね、非常にいい活躍をしてくれてるというところありますと。で、シーズン序盤ですね、一番初めに関してはですね、菅野投手にね、故障してもらったら困るというような意見ありましたんでね、こう、抹消したりとかして、こう、飛ばしやってった方がいいんじゃないかっていう意見もあったと思うんですけども、それを払拭するがえのね、成績を今出してくれてるっていうところで、非常にその、三本柱じゃないけども、非常にね、大車輪の活躍してくれてるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。はい。で、山崎伊織投手も、もう非常に安定しているというところありますと。で、山崎伊織投手も主にね、今年、岸田捕手と組んでることが多いですと。で、防御率も 1.57 というところで、非常に安定しているというのがあるんで、まあね、先ほど言ったような K% であったりとか BB% っていうところはね、リーグの平均をね、下回ってることがありましたけども、でも実際ね、試合見てるところで言ったら非常にいいピッチャーだなというふうに感じさせてくれますしね、うん、非常にいいボール投げてますんで、この3本柱、戸郷、菅野、山崎っていうところはね、やっぱり安定的にね、こっからしっかり回ってってほしいなっていうところはね、非常にあると思います。で、残りのグリフィン、井上、赤星というところについてちょっと言及していきたいと思うんですけども、まずグリフィンね、うん、グリフィン、まあ調子悪くて、あ、怪我で、腹斜筋かな、うん、なんかで、落ちてね、入院して、まあリハビリ等をしてまして、で、上がってきてというところで、この間の日本ハム戦ね、僕非常に感動したよというようなね、お話しましたけども、やっぱり、まあね、毎回あれぐらいの、ピッチングをね、してくれれば、それはもうめちゃくちゃ嬉しいわけですけども、やっぱりね、ずっとあのピッチングができるかって言ったら、そうでは僕はないと思うんです。で、あの試合を振り返るとですね、インサイドのまっすぐ、うん、非常に素晴らしいと。で、外からのカットボール、うん、素晴らしかったよね。で、落ちる、フォーク系のボールね、落ちるボール。で、インサイドにも、カットボールだったりとか、スライダーっていうのありました。で、外にはツーシームというところで、全球種がしっかり操れてたんですよね。で、特にグリフィン投手って結構その、去年からの印象で言うと、途中でいきなり荒れたりとかね、ツーアウトができないフォアボール出したりとかっていうところがあったりとか、非常になんか僕の中でそういう印象があったんですけども、この間のピッチングだけ見ると、非常にやっぱり変化球でもストライク取れてましたし、空振りゾーンにしっかり変化球落とせてたし、インサイドにあれだけまっすぐ投げてたら、バッターもそれは意識するよねっていうところだったと思うので、非常に、まあその、僕が、なんか、ひいきしてるとか言われるかもしれないけども、やっぱり、なんか、岸田捕手とね、組んで、なんか良かったのかなっていうところはあるし、まあ実際調子もね、すごくこの間は良かったと思うので、その調子をどうやって維持していくかっていうところは、しっかりね、自分でやってほしいと思うし、なんか新聞の記事なんかで見ると、前日にね、グリフィン投手の部屋かななんか行って、岸田捕手とこう、明日こういう風に、配球をしていくとか、そういうのを事前にね、ピッチャーにこう、しっかり意思を伝えて、次のね、日の登板が迎えられたっていう風に言ってたんで、そういったことって、そんなことって思うかもしれないけど、やっぱりめちゃくちゃ大事だと思うし、ピッチャーも不安であったりとか、明日どうしようかなっていう気持ちを抱いてる中、キャッチャーが部屋まで来てくれて、そういう風にね、明日こういうバッターがいますと。で、僕はこういう風に思うから、グリフィンこういう風に投げていこうよっていう風に、ね、事前にね、お話していただけるとね、ピッチャーも非常にやりやすいかなと思うし、これはね、岸田捕手に限ったわけじゃなくて、小林捕手であったりとか、大城捕手、山瀬捕手とかね、まあ、北捕手とかもいますけども、出ると分かった、段階でね、そういう風に、特に外国人、ピッチャーっていうのはね、言語とかも違ったりするんで、まあ、通訳さんも交えながらね、そういうお話ができると、やっぱり信頼感をね、持ってくれたりとか、投げやすさっていうところで、非常に良かったりすると思うので、特にね、そういったところは、ジャイアンツのキャッチャー陣はレベル高いと思いますから、そういったところもね、小林捕手であったりとか、大城捕手もやって、まあ、やってるかもしれないけども、ちゃんとというか、多分おそらくやってるだろうけど、
うん、頑張ってもらいたいなというふうに思います。で、井上投手ね、この間のソフトバンクかな、4回パーフェクトがあってから、すごく自信持って投げてるなっていう感じはしてますと。で、詳しいところを見てると、やっぱり今までの井上投手って、まっすぐとスライダーだけだったんです、正直言うと。うん。去年とかも、広島戦とかで結構投げてたと思うんですけど、まっすぐとスライダーしかないから、バッターからしたらね、右でも左でも、まっすぐと、逃げるボールしかないよと。で、右バッターからしたら入ってくるボールしかないよっていうところがあったんで、一級品のまっすぐ投げてるんだけど、球種が少なすぎて、うん、少ないというか、使える球種が少なすぎて、手詰まりになってる感じは非常にあったんですよね。で、今年は、オフでね、今永投手の自主トレ行ったりとかして、まあ、左バッターにツーシーム投げたりとか、落ちるボールフォーク投げたりとか、スライダーはね、もともと良かったりとか、しっかりインサイドに投げ込んだりとかしてるんで、非常にね、投手としての幅が広がったなっていうところは、今までの動画を見てて思うんですよね。で、特にその、やっぱり先ほど言ったように、ソフトバンクを抑えてから、やっぱり本人にも自信が生まれたというふうに思いますし、ね、そっからのね、先発ありましたけども、非常にね、一失点であったりとか、そういったところで、非常に成長を感じるなっていうところはあるんでね、まあ、夏場ね、確かに初めてこう、ローテで回って厳しいと思うんです。難しいと思うし、体力的にもきついかもしれないけども、そこをね、なんて言うんだろう。体力を見越してね、温存してやるんじゃなくて、僕は一回一回の登板ね、本当にチーム狂いで投げていってもらいたいなというふうに思うし、どの大投手であっても、まあ、新人の頃とか若い頃はがむしゃらにやって、成績を収めて、まあ、そっから2年目、3年目ってなってくると、まあ、やり方を覚えたりとか、っていうふうなね、形でステップアップしてると思うので、まだ井上投手っていうのは、そういう先を見せるっていうよりかは、その本当に一試合であったりとか、その、イニングであったりとか、もっと言うと、その一バッターであったりとかね。そういったところを本当に全力で打ち取っていくっていうところを、この間のね、ロングリリーフ、ソフトバンクを抑えた時のようにやっていってもらいたいなというふうに思います。で、最後は、まあ、赤星投手なんですけども、赤星投手も僕非常に評価しておりますと。で、ロングでね、あれだけね、途中から出てきて、いいピッチングって、やっぱ難しいんですよ。試合の流れであったりとか、試合の入り方であったりとかね、いろいろ難しい中、これだけ、ロングで いっぱいちゃんとやってくれてるっていうところで、やっぱり僕は先発に上げるべきだと思うんですよね。で、赤星投手の今までの感じから言うと、ロングではいいんだけど、まあ先発でなかなかっていうのが正直あったと思いますと。で、まあ、実際、ロングをやる途中から出ていくのでね、先発っていうのはやっぱ違うんですけども、やっぱり先ほどの井上投手も言った時、井上投手の時に言ったように、やっぱり一バッターだと思うんです。で、球種もしっかりあるし、で、コントロールもまとまってるし、いいし、で、球もね、ゆったりしたフォームから150以上、出すじゃないですか。だから、僕は、やれるだけの能力はあると思ってるし、で、やらないといけないと思うんですよね。うん、やっぱりいくつまでもロングでっていう感じのピッチャーでも僕はないと思うので、だから、この間、先発かな、一回打たれた時かな、もう、ちょっと球速が150キロ出てなかったりとか、出力という面でね、ちょっと、あ、今日球遅いな、みたいなところがあったんで、そういったところは、改善しながらね、トレーニングであったりとか、まあ、休養なのか、うん、本人で考えながら、先発で行ってもね、まあ、5回、6回投げてくれたら僕はいいと思うので、それでいいと思うので、そんな7回、8回まで投げろって僕は思わないので、もう5回、6回まででもいいから、本当にね、いいピッチングをしてくれたら、御の字というかね、いいことだと思うので、赤星投手もね、井上投手同様ね、そんな後先考えるっていうよりかは、本当に目の前のバッターというか、キャッチャーは、岸田選手だったり、大城選手だったりとか、誰と組むかわからないけども、そっちは、ね、絶対考えてくれるから、キャッチャーがね。だから、赤星投手は本当にミットめがけて、井上投手もそうですけども、もうどんどん投げ込んで、行ってほしいな。ゾーンで投げ込んでってくれたらいいから、うん。っていうところで、僕はそういうふうに思います。はい。で、今日ね、先発陣5枚っていうところ、見ていきましたけども、まあその、引き目なしにね、正直、こんだけ1点台が、3人も揃ってる、うん、5人中、まあ6人含めても、6人中3人揃ってる、ローテっていうのは僕正直ないと思うし、なかなかね。
あの、広島であったりとか、阪神もね、今上にいるんか、っていうところはありますけども、阪神もなんかまあ噂に聞くとなかなかこう、打ててなかったりとか、ちぐはぐな感じでね、やってたりとかあるんで、まあそのリーグ戦始まって、本当にスタートダッシュだと思うんです。だから、交流戦では借金1だったかもしれないけども、まだね、全然、巻き返しあると思いますし、それだけの戦力もね、揃ってきたと思いますので、この5枚プラス赤星投手っていうところに関しては非常に期待していきたいと思うし、結局野球なんていうのは、まあ、はっきり言うと先発ピッチャーがね、勝敗のウェイトっていうのを大きく占めてますからね。このピッチャーたちがこれから夏場ね、暑くなってしんどいと思いますけども、どれぐらい成績を出してくれるかっていうところが、ジャイアンツの浮上する、一番のね、要因かなというふうに僕は思っておりますので、ぜひね、今日の動画のコメントで、皆さんの意見ね、いただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。